猫が戻ってきました。最近下の家にいて餌あげてるんですけど、生タイプの餌で今日連れ込みました。で、気がついたらこの子結構な怪我をしてて、おお、見てください。ちょっとかわいそうなんだよね。喧嘩してガリッとやられちゃってて、なんか気が弱そうです。白米とよく喧嘩してます、下で。で、白米はそのまま下の家にいて、それは昔こっちの家で他の猫にいじめられたから逃げたんだけど、で、向こうでトラちゃんいじめられてるみたいだから、こっちに来てよかったのかもしれない。もうすぐ春だし、また子供産んでほしいな。おこげと磯辺のお母さんなんてね、可愛い子が生まれるはずです。気がかわいそう。